はいどうもコミですさて本日はね、えー、実写動画を撮ろうかなと思ってあのやっているんですけども、えー、今日日本一決定戦が終わりましたベスト8で敗退ですね、まあ、あのドイツ時間では3時ぐらいかな昼の3時に終わったので今7時間ぐらい経って、まあ、自分の気持ちの整理もねついてきてあの動画を撮ってるんですけども えっと、まあ、日本史決定戦をこれまで約3ヶ月間ぐらいですね、戦い抜いてきて、まあ、そして今日一日を振り返っての感想というところを中心にお話ししていけたらなというふうに思います。これ、あの、負けたところを、なんていうのかな、言い訳的に話すのではなくて、 あの、本当に、えー、自分がこの3ヶ月間なり、今,今日一日をどういうふうに思いながら過ごしてきたのか。で、それを話しすることによって、えー、本大会の決勝ですね、ベスト4のメンバーが争う、えーとまあ、2日目の楽しむポイントっていうのがね、まあ、皆さんにこうより、えー、分かっていただけたりだとか。 あとは、この日本地決定戦っていうのは決してもうごく一部の人だけのあのイベントではなくて、あのー、結構身近に関してもらえるイベントにもなるんじゃないかと思っているんで、まあ、そういうところっていうのをま僕なりにお伝えしていけたらなというふうに思って動画撮っております。はい。でもね、えっと、早速言いきたいと思うんですけども、まず、えー、っと、今日の感想からね、いきますと、とにかく疲れた。あ本当に疲れました。 えっと、朝の8時ぐらいから、まあ、昼の3時まで、まあ、約6、7時間ぐらいずっとあの集中しっぱなしで、あの信じられないかもしれないですけど、僕、昼ご飯も食べずにやってたんですよ。で、これ別にお腹が減らなかったんですね。あのー、ずーっと配置とにらめっこして、プランニングをし続けたり、あとはまあインタビューに答えたり、実際攻めたり、まあ、そういうのをやっていたら、あっという間に時間が経っちゃって、で、 あのー、ちょっとね、これ笑えないんですけど、最後、その森尾さんとやった2戦目のところっていうのは、記憶が実はあんまりないんですね。あの終わって、アーカイブ見て、あ僕、森尾さんとやってたんだっていうのが、なんか違和感としてその感じられたんですよ。この不思議さ、だから、あの最後の方とかって、あの多分集中力が限界きたしていて、あのー、ちょっと頭が白くなってたと思うんですね。 まあなんで、明らかにその、一戦目のスタドラさんの時とは、いろんなその状況判断の反応速度が落ちていたと思うし、あと、あの、手がね、震えたんですよ、こういう風に。プル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 って。で、これって、緊張で震えていたのではないんですよ。まあ、緊張もしていましたけど、その震えだったらわかるじゃないですか。じゃなくって、なんていうのかな、もう、正義をしきれない、なんかね、内側の方から来る震え。 あの低血糖の時に起こるなんか症状みたいなもんですね。よくそのご飯食べずに仕事なんかしてると手がこう震えてきちゃうとかいうことがたまにあるんですけど、経験したことある方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、あれですね。それが来ました。だからやっぱりそのこういう一日が七丁場になるあの大会では意図的に自分を休めてあげるその時間の作り方だとか、まあその集中力のメリハリですよね。 これをやっぱりプロプレイヤーだったり上手い方っていうのはちゃんとその経験として分かっていてやってるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。それがやっぱり自分はできてなかったのも未熟だったのかなっていうふうにやっぱり思います。はい。っていうところですね。で、えっ、ー、と、まあそれは今日の感想かな。まあアタック面で言うと、 えとまあ、それはあれか、んと昔から遡かって話したのが多分分かりやすいですね、あのー。ワイルドカードが始まったのが9月なんですけど、そこで、えー、とレジェンドです、ね、を,をまずはやりましょうということでしたで。レジェンドの日本上位8名に入った方っていうのは、そのワイルドカード予選の本戦いいに出ることができると。 で、まずこれに出るために、僕1ヶ月間、すんごいね、あの、レジェンド頑張りました。多分、クラクラ始めて、あの、レジェンドのこのシステムができて、初めてこんな多分頑張ったと思います。ここまで頑張ったことは正直なかった。で、あの、今だから笑えるんですけど、その当時ね、あまり中盤から終盤かな、あの、20日前後だったと思うんですけども、 えっと、20日ね、20日。あのー、自分のミスで星1やっちゃったんですよ。あの、罠にはめられたとかじゃなくて。その時に悔しすぎて、あの気づいたら自分の右の方をパーンって自分で殴ってました。<laughs> これね、あの、やった後、すごいなんか、あの、がっくりきましたね。俺何やってんだろう。気でも狂ってんじゃないのかなっていうふうに思って。まあ、それぐらいだから、集中してやったんですよ。なので、これっていうのは後の話でもちょっと通じるんですけど、 その期間があったからこそ、あのー、本大会、まあ、今日の戦いまでこう戦い抜いてこれたのかなっていうふうにも思うところがあります。まあ、それはね、ちょっと後で話をするとして。 で、えっ、ー、と、そこで、えっ、ー、と、まあ、残念ながら、トロフィー5900だったのかなそれぐらいで、大会には出れず、ただ人気投票で、あの、皆さんに投票してもらえたおかげで、あの、ワイルドカードの予選出ることができました。あれは本当に嬉しかったです。ありがとうございました。で、そこでね、えっ、ー、と、綾瀬さんと戦い、で、その後、ゆたさんと戦い、で、えっ、ー、と、今この、十、え、一、ー、11月3日の本戦に駒を進めることができたんです。 ですけどもえー、と綾瀬さんとユタさんとやった時っていうのはもうレジェンドで、えー、と,とことん突き詰めていたその花火っていう戦術を思いっきりぶつけていきましたでねこの辺に関しては、まあ、どんな風に自分が思いながら戦っていたかっていう話なんですけどえっとねすいません <laughs> ごめんなさいえっ、ー、と結構あの失うものはないっていう感じで、まあ、チャレンジ精神出してやってましたその時はですね で、あのー、今思えば、その気持ちってすごい大事で、あのー、なんていうかな、それがあったからこそ、花火をもう思いっきりぶっ刺していたんですよね。まあ、もちろん、僕が花火をやるってことも、そんなに皆さん多分ご存知なかったと思うし、で、この花火対策をしようと思っても、あの、ノウハウがまだそんなに出回っていなくて、簡単に対策できなかったはずなんですよ。っていうのもあって、思い切ってぶつけていけたっていうのはあったんですね。 まあただ、その裏には、今言ったその、えっと、勝ちたいっていう気持ち、失うものはない、俺はもう攻めるしかないんだっていう、その攻めの気持ちですよね。存分になったのが大きくって、これが、あの、今日のこの、えっと、本大会になってくると、負けたくないっていう気持ちにね、変わってくるんですよ。これね、同じことを言ってるんですけど、全然実は違う感情で、負けたくないっていう気持ちになった瞬間に、攻めが、その守備的な攻撃になるんですね。 あの要はカウンター狙いみたいな感じのサッカーでいうとちょっと違うかなうまく言えないんだけど、その花火っていう戦術って、あの一応ねあの、バックアップも考えながらプランニングできるんですよ。なんだけど、あの2つぐらいあの自分の想定外とかこれやられちゃ困るなっていう,いうポイントを抑えてこられちゃった場合には、星1になっちゃうんですね。もうどうしようもないことがあるんですよ。なんだけど、 えっと、そうなってもいいやっていうので思い切って攻めれたっていうところに逆に構想したんですね。あのー、綾瀬さんと伊田さんと言った時っていうのは。なんですけど、今回、ドラさんと言ったときには、さっき言ったように負けたくないっていう気持ち。で、これどういう感じになってくるかっていうと、手堅い戦術を選びたくなるんですよ。たとえ相手が対策してきても、まあ、星には取れる、そこから延長で全開まで持っていけるだろうっていう、あの、確信が持てるプランで攻めたくなっちゃうんですよね。 でそれがもう今回の僕のアタックにも結構色濃く現れていてあの中華式を中心に使っていたのはそれですねタウンホールまではまあほぼほぼ確実に持っていけるなっていう自信が、あのー、練習していく中で手応えがね得られたんで、まあ、それを使ったあとクイヒリ,リ・ガホグっていう戦術も実はすごい練習していてこれも僕の本命だったんですけど とね、それをさせてもらうにはあのー、適した配置があのなかったので、まあ、今回は脱サ自慢になっちゃいましたけど、まあ、基本的には、えー、花火、えー、と中華式クイヒりディガってこの3つで、えー、戦っていくつもりでいました、うん、どれもあのパターンにはめる系の戦術なんですね、まあ、これもちょっと後で話しますけども結構自分はこのパターンにはめる系の戦術っていうのをよく使います、はい というところでしたね。まあ、だから、うーん、まあ、おそらく、みんなどの選手も同じだと思うんですよ。で、特に今回、その、決勝、これから戦う4名の選手っていうのは、なおさら今のような、その、心境が強く出てくるんじゃないかと思う,思うんですけどね。そこに対してどういうふうに自分のメンタルをコントロールしていくのかっていうのも、まあ、ものすごい、えっ、ー、と、見るべきポイントだと思うし、まあ、そういうところをね、楽しみながら、本大会の、まあ、決勝、 見てもらえたらいいんじゃないかなと思うんですけども、もう少しね、これを掘り下げながら、えー、次の話題に行ってみたいと思います。で、えー、っと、次、やっぱり僕のこの戦いを振り返ったときに、あのは、えー、外せないポイントは配置ですよね。この配置が硬かった。で、これはもう、トキさんに感謝しますということ以外言えないんです。もう、全部作ってもらっていたんで。うんと、ただね、こうなってくると、 あのまあ、僕自身思わないわけではないしむしろ思ってる方結構いると思うんですけど日本一決定戦っていうあの戦いは日本で一番うまいやつを決める戦いなんですよねそこを日本で一番うまいペアでいいのっていうふうに思う人もいるかもしれないんですよだけど、まあ、一応自分の中ではそこはあのはっきり胸を張ってそうじゃないんじゃないのっていうふうに言えるつもりでいて とキさんに配置をお願いした経緯っていうのも、あの別に全く密知らずの中でお金払ってお願いしますねじゃないんですよね。あのワイルドカードの,その、ね、投票でこう選んでくださった、えーと、おそらく要因っていうのは僕が YouTube で活動しているからだと思うんですけども、まあ、そこ大きいと思うんですよね。なんですけども あのその中で、やっぱりその自分の,その配信活動っていうのを目に留めてもらえて、で、トキさんが所属する、D、GS さんにストリーマーとして今呼んでもらっていて、所属していますで。そういった縁があったからこそ、あの配置をお願いできているっていう。だから自分のそのクラクラの,あの界隈での活動の中で、こういう縁ができて、それがこの決勝大会でも生きているっていう意味でいくと、 まあだから僕の、その、なんていうのかな、やってきたことの一部だと思うんですね、そういうの、この今回の配置の部分に関しても。だし、な,なんで別にそこに関してはあまり、えっと、僕は、んー、なんていうのかな、うーん、後ろめたさっていうのはないですね。むしろ胸を張って言いたい。なので、インタビューとかね、してもらいましたけども、その際にも、ちゃんと時さんに作ってもらいましたってことは、しっかり言ってきたつもりです。 で、そのしっかり打ってきた理由にはもう一個あ,のあって、これね、僕ずっと思ってるんですけど、クラクラっていうゲームは攻めと守りが両方とも機能して初めて勝利できるゲームだと思うんですよね。で、の攻めが得意な人っていうのは、もう世界的にどんな場面でもやっぱりその持ち上げられると思うんですよ。だけど、ハッチビルダーさんって名前あんま出ないですよね。これね、ちょっとどうなのかなってすごい思うんですよね。 まハイシビルダーさんが固い配置を作るからこそいろんな大会で成立していると思うんですよそれはこの日本史決定戦もそうだしもう世界選手権なんかも特にそうだったと思うんですよねなんだけどあのアタッカーの名前は出るけどあのビルダーの名前ってこの配置は誰が作りましたってあんまり出ないじゃないですかごく一部の人だけが知っているようなマニアックな世界になっちゃってると思うんですねまあ、運営的には難しいんじゃないかとは思うんですがやっぱり あのこの配置は誰の配置、それに対して攻めるのはこの人だっていうふうな形で、攻めと守りのやっぱ名前を出していくっていうことは、なるべくこれからできてきたらいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。結構本当に難しいと思うんですけどね。いちいちその配置の,あの作りでは誰か探さなきゃいけないとかいうことになったら、もうややこしくて、大会運営やっていけないっていう面もあると思うんですけど、まあ本質的にはそこってやっぱりいるんじゃないかなっていうふうには思っているので、まあ私戻りますけども、僕は、 徳さんに作ってもらったってことは胸を張って言うしあのそれはもうやっぱりくさんと自分の友情だったり信頼関係の上に成り立っているものだと思うので全然あのなんていうかな、まあ、胸を張れるポイントですね。はい、でえっ、ー、と次なぜまあ僕が出場してここまで うんと勝ち進んでこれ当然、まあ、一,一つは配置であることは間違いないんですけどももう一個攻めの方でも多分ね皆さんの,あの予想以上に全開取ってたんじゃないかなって自分で言うのもなんですけど思うんですよね。で、えー、っとその要因っていうのはもう大きく、えー、っといくつか、まあ、3つか2つかなあって。 一つは花火っていうみんながやらない戦術、まあ、対策がなかなかできてない戦術を極めていたっていうのが一点ですねでえー、っとこれね極めたって言っても結構過酷だったんですよ、まあ、さっき言ったそのレジェンド頑張ってる中で、えー、っと毎日8回攻めるじゃないですか毎日8回攻める中の、えー、っと合計だから30日で240回、えー、前回取れた攻めも失敗 失敗した攻めも全部成功要因失敗要因を自分が納得するまでリプレイ流して見続けたんですね。ずっとです。これもう毎日。やっていくうちにだんだんパターンが見えてくるんですよ。こういう場合にはこの戦術は刺さるな。でもこういう場合には刺さらないな。ってなってくるとレジェンドなんで配置選べないから、じゃどうやってその勝ちパターンにその相手の出てきた村を持ち込んでいくのかっていう発想になるんですね。で、そこでいろんな序盤の入り方の工夫みたいなものっていうのが生まれてきて、 で、そういった中で、えっ、ー、と、なんていうかな、その、レンドが上がっていったっていうのがあります。で、えっと、これってやっぱね、あの、パターン化させるっていうことは、あの、すごく僕重要だと思っていて、えっと、まあ、次の年齢の話にもつながるんですけども、まあ、ちょっとそっちと混ぜながら話をすると、今僕37になるんですね、もうすぐ36。で、あの、e スポーツ界隈って、 だいたい20代のプレイヤーっていうのがあのメジャーだと思うんですけどまあその中では僕かなりその高齢な方だと思うんですよねでもやっぱり戦っていける要因は何かって考えた時にこれ僕の意見ですけどあのパターンにはめるような戦術のレパートリーを持ってでプランニングの段階でその相手の村を自分の勝ちパターンに持っていくことができるからだと思っているんですね あのスーサイドラバルとかあのかっこいいですけど僕あんまり得意ではなくてなんでかっていうとあ,のある程度イレギュラーに想定えゃイ,レグイレギュラーに対処しながら攻めていかないといけない戦術なんでそのままその場の臨機応変な判断で絶対に求められると思うんですよね。でそれがあの自分にはやっぱりそのうんとテンポよくタイムリーにできない。 っっててていいうとこころに限界を感じてやっていませんでもこれ同じような、ね、感覚を持っている方すごく多いんじゃないかと思うんですけどもそういった方にぜひお勧めしたいのは自分の得意戦術っていうのをまず一個作ってで相手のその配置を自分のその勝ちパターンにはめるこの部分がこうなったら勝ちパターンにはまるなこういう配置のその何て言うのかな位置関係だったらこの戦術で全開取れるなっていう そういうね、うまくちょっと語化できないんだけども、そういう価値パターンを作れる戦術を身につけて、で、そこに相手のその配置を序盤で持ち込んでいくみたいなことをしていくと、あの、結構ですね、取れるというふうには思います。はい。でね、ぜひね、あの、試してもらえたらというふうに思いますし、あの、そういった形で、あの、自分の、なんていうのかな、えっ、ー、と、必勝パターンを作っていくことができれば、年齢はね、本当に、あの、30歳、40代、まあ、僕まで40代の感覚がわかんないですけど、 でも全然たあの戦っていいけるゲームだと思います。このゲームのプレイヤー人口を見たときに、結構ね、まあ、僕の YouTube 見てくださってる方も、あの3、40代とかって結構多いんですよね。50代も多いと思う。だから、そういった意味でも、あのなんていうのかなあの、幅広い年齢層が楽しめるゲームである理由は僕そこにあるんじゃないかと思っていて、今の話っていうのは、このなん、えー、とポイントを突き詰めると、やっぱパターン化っていうところに僕は行き着くと思うんですね。 そこをやっぱり意識しながらやっていくのがいいんじゃないかなって思うしそういった形で自分の,その勝ちパターンが見えてきてそれが使いこなせるようになってくるとおそらく来年またこの日本一決定戦とかがあった場合にあの逆に自分の名前が知られてないことがすごい武器になると思うんですよなんで相手からすればもう自分の戦術は全部隠したままみたいなもんなんであの対策の不十分な配置に勝ちパターンで一気にこうかっさらっていくような。 まあそんなような形でね、勝ち進んでいくっていうことは十分できると思うので、ぜひね、あのー、自分だったらどう戦うかなっていうことを考えながらやってみてもらっても全然僕はいいんじゃないかと思います。あの、いや、こんなのは雲の上の、ね、人たちの戦いだからっていうふうに僕も最初思ってましたけど、やっぱりこうワイルドカードを選んでもらえて、で、ここまでそういう一つの戦術を突き詰めるところから始めてきた身からしてみると、あのー、 うんと手が届かない、その、なんていうのかな、えっ、ー、と、舞台ではないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、やっぱそこに、ね、挑むことにも僕は価値があると思うんですよね。挑むことによって、やっぱりそのレジェンドの話じゃないですけども、自分の花火っていう戦術がめちゃくちゃ仕上がったし、でその仕上がったものっていうのは、まあ、当然これから失われるわけではないので。 もっとやっぱりそういうのが、あの第2、第3の花火みたいなのができてくると、ゲームが楽しくなるし、そしたらみんなの中で戦力になれば、それはね、自分としても嬉しいし、いいスパイラルに入っていくと思うんですよね。だからこういう、えっ、ー、と、日本史決定戦なんて、いい舞台,だ舞台だと思うので、ぜひですね、皆さん来年の大会がまたあれば、それを目指して、えー、いいね、ライバル関係を持ちながら、一緒にこう、切磋琢磨していけたらいいなというふうに思いますんでね、えー、楽しみにしてます。 でえー、っとラスト、ここまでは自分の感想でしたけども、最後、決勝大会に向けて見どころじゃないんですけども、あの自分が選手として戦ってきて、えー、っと思っているところです。あのおそらく、ですねあこれもしかしたら2度言ってるかもしれない、2度言ってたらごめんなさいね、あの戦う選手って相手の村を見たときに、この戦術ってやりたいなっていう風な戦術が結構、ね、見えてくると思うんですよ。 でそれはさっき言った、おそらく誰でもそういう勝ちパターン持ってるからと思うんですね。だけど、それをあの逆にはっきり見えた場合って怖くなるんですよ。例えば僕、今日、えー、とスタドラさんと戦う1手目のそのアタック、あの中華式で、ランチャーの中華式で行ったんですけども、スタドラさんが一番得な戦術を使ったんですけど、実は僕、花火がめちゃくちゃこれ刺さると思ったんですよ。どう見てもこれ花火だと思ったんですけど、でも、こんなに花火刺しやすい村は、 対に対策されてるだろうって思ったんですねなんで、あえてやめたんですよ。そういう、あのー、一番刺さりそうな戦術をあえて捨てるっていう選択をもうするのか、それとも勇気を出して、勝つんだという気持ちで、その負けたくないじゃなくて勝つのですよね。その気持ちでもうぶっさる戦術で、どーんと攻めていくのか。まあ、でもその辺っていうのは、残り時間だとか、残ったユニットの数とかで結構、見分けがつくと思うんですけど。 あのぜひですねあのどんな風なそな心境でプレイヤーが攻めてるのかなとかいうのもあの考えながら見てもらえたらあの面白くなると思うしあと,、えー、と守りについてもそうですよねトルネードトラップの位置だったり中に入っている防衛援軍が、えー、と例えばそのラバーハウンドとかアイスゴーレムっていう 空に反応しないやつなのか、それとも、えー、っと、スーパーガーゴイルとか、ストライカーとか、まあ空にも反応するし、陸にも反応する。さらには、えー、あっと、食い火を潰すためのロケットバルーンとか、スーパーガーゴイルが入ってとかとか、そういうのを見るだけでも、どんな戦術を対策してきてるのかだっていうのが、援軍で結構わかるんですよね。なので、そういった相手のその戦術の想定に対する守りと、それをどういうふうに か、えー、わしていくのかっていうその攻めの選択のところの駆け引きっていうのも今言ったポイントなんだかをこの気にしながら見てもらうとかなりね面白くなるんじゃないかというふうに思いますので、あのー、推測をね,ね交えながら是非この確実する決勝ベスト4のね戦いっていうのを一緒に見ていきたいなというふうに思います。 はい。というところでですね、えっ、ー、と、僕の日本一決定戦、えっ、ー、と、これで2021年、22年があるとすれば21年終わりましたけども、まあ、改めて振り返って、本当に、あのー、自分を応援してくださった皆さん、ありがとうございました。もうね、感謝してもしきれないです。あの、めちゃくちゃ今、幸せです。あの、負けはして、悔しくて、悔しくて、悔しくてだけど、やっぱり幸せなんですよ。なんか、やっぱりね、あのー、自分のその、居場所 みたいなものっていうのをこの大会を通して皆さんのその声援を通して感じることができてやっぱりまた頑張っていこうっていう気持ちにはすごいなってるしこれからも一緒にくらクらラクラ楽しんでいけたらなと思いますので YouTube も Twitter もあのゲーム内でもねもちろんリアルでもえーと日本にそのうちまた帰ると思うのでそういう時にはあの今までと同じようにねまたこれ以上にあの一緒に楽しんでいけるような関係でいられたなというふうに思います。 これからもよろしくお願いします。というところでね、えっ、ー、と、本日はなんかちょっと最後、声が <laughs>、だんだんこう、シリーズボービーになっちゃった。なんか、若干疲れてるのかなそうは言っても。はい。でしたけども、終わりにしたいというふうに思います。えー、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。では、本日はこれで終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ